ですね、1993年に神奈川歯科大学を出てですね、2年、検証してからですね、この伊勢原の地で開業して今27年目になります。で、まあ、仕事としてはこう予防を中心にやってるんですけど、もちろんインプラントを使わせていただいていまして、今、ICOI 国際インプラント学会の指導員をさせていただいている鑑定所、まあ、いろんな知見含めてですね、行っているような意味だと思います。まあ、先ほど言ったように当院ですね、開業して27年経つんですけど、当初最初5年目ぐらいまではですね、まあ、一般的に普通の診療してですね、一生懸命治療してたんですけど、こう治療の繰り返しが起きてしまうのはですね、良くなくてですね、まあ、今でいう予防という形をですね、ここの方で学んでですね、その患者さんをこう治療だけではなくてですね、生涯通っていただけるような形にですね、仕組み立ってやっていくようになりました。で、今現在に至るんですけど、今3000名ぐらいの患者さんが定期ラインしながらですね、この院を利用していただいているような状況です。日本の歯科医療ってどうしてもですね、ドリルピルピルですね、治療中心になってるんですよね。悪くなった歯科医に行って、治療が終わったら、おしまいという形なんですけども、まあ、僕がこの院でやりたかったことは、まあ海外含めて学んだことをですね、患者さんの口腔内に生かして、患者さんをより健康に、口腔の健康から全身の健康を、育めるような医院にしたかったんですね。まあ、結果として今うちの医院はですね、97% ぐらいが自由診療という形になっているんですけども、これも、まあ、都会ではなくてですね、地方郊外型という形になるんでしょうか、やられていて、もちろん地域の方、だけではなくて、まあ、この仕組みに賛同していただいている患者さんが、北海道から九州、また海外からいらしていただくような仕組みになってですね、で、まあ、いい治療をしたいだけではなくて、まあ、臨床科の僕としてはですね、まあ、いい治療の評価としてやっぱり20年持つような治療をしたいんですね。まあ、そういう意味では欠損したところに、医師というよりはもちろんインプラントという形が主になるでしょうし、まあ、インプラントも入れただけではなくて、心肉退縮させないように、まあ、プロとして精神が管理をしてですね、メンテナンスをしていくという仕組みをとっています。まあ、音治療だけではなくて予防を主にしている関係上ですね、各種いろんな検査がされています。で、まあ、菌に対しても PCR 検査が院内でできたりであったりとか、もちろん唾液検査であったりとか、口腔診断であったりとかですね、まあ、学機能の検査であったりとか、検査に基づいた診療計画を立てて、治療後にまた再評価をして、それを長期にわたって、継続的にですね、記録を取りながらですね、報告していくという形を取っているのが、一番の、違いですよね。僕がこのオステルさんのですね、ユニットを最初に見たのはロシアの大会なんですよ。ロシアの大会にね、連れてっていただいてとか言って行った時にですね、かなりいい形で展示されていて、あ、デザインがいいな、ヨーロッパの、ね、ようなデザインで、僕結構デザインが好きで、シロナさんのユニットとかも使ったりもしてるんですけども、そう記憶に残ってたんですよね。で、なんかユニットを変える機会があれば、入れたいなと思ってですね、ここで、もう見ずに注文させていただきました。うちの院では今回ですね、計8台ですね、入れさせていただいたんですね。で、うちの院は先ほど言ったように、こう治療と予防が明確に分かれている院でして、治療するブースとですね、メンテナンスをするサロンという形をしているんですけど、分かれてまして、サロンの方はですね、個室になっているんですね。そこに3台入れさせていただきました。で、診療室の方で、パーテーションで仕切られたところに5台入れさせていただいたんですけども、まあ、使用用途に応じてですね、まあ、デザインとしてもそうなんですけども、診療室側は動線を分離しているので、どうしてもこういうアームタイプではなくてカーブタイプが良かったんですね。で、予防に関するスリーに関しては、まあ、取り回し含めてもですね、こういうテーブルタイプの方がですね、使い勝手がいいので、そういう形で8台のうちですね、3台と、5台で、このテーブルタイプの違うものを選ばせていただきました。患者さんに一番言われるのは、座り心地がすごく良くなったという言われ方をしますね、柔らかさに。で、僕らはユニット変わりましたって何も言ってないんですけど、患者さんはですね、座った瞬間になんか違うと思ってこう見て、あ、椅子変わったんですかって言われるような方が多いので、患者さんにとってやっぱ長時間
まあ、自主でやってるので、ね、1時間とかと座ってるので完全座り心地がいいって言っていただけるのは、導入してよかったなと思います。はい、あるんですこれはですね、サクションの、ここでバキュームですよね。バキュームのホースがですね重たいんですよね。と言いながら、まあ、ドクターである僕はそのホースを持つことは基本ないんで、アシスタントを持つとか、あと衛生士は全部一人でやるので、ホースを持ちながらやった時にですね、まあ乗馬は分かりすぎて切れないし丈夫なのいいんですけども、でもちょっと重たいので結構慣れるまでは少し大変だなと思って、そこは改善していただけると嬉しいなと思います。ユニットって昔ってこう各社それぞれ特徴があったんですけど、今もうほとんど電子化をしているので、実はどのユニット使ってもってね、そんな差はないと思うんですよね。そういう意味では、うちの院ではインプラントをしていてですね、営業の方がね、定期的にいらしていただけて、コミュニケーション取れてるのも今回こう購入させていただいたきっかけではあるんですけど、壊れた時だけ来てくれるという意味ではなくてですね、問題ない時も時々来て、見てもらえてね、で細かいところちょっとこう調整とかあるんですけど、それもねこう気軽にお願いできて気軽にやっていただけるっていうのが多いので、やっぱりこうメンテナンスというか長くお付き合いするときに、いい関係でずっといけるところを選ぶのとしては一番いいんじゃないかなと思います。あとはこうサイズ感ですよね。デザインによってこう結構、サイズ大きいんじゃないかなと思うんですよね。もうちょいにはちょっと切ったし余ってたんですけど、なので、まあうちはこうロシアで見てすぐ購入したとお話をさせていただいたんですけど、実際は国内でちゃんとスペースを見て自分の家のスペースに合うかどうかの確認だけはいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ユニットを選ぶところに関しては、まあ、僕はデザインが、ね、好きで選んでいるんですけども、機能的なものの差ってもそんなにメーカー使わないので、まあ、こういうモニターをつけるとか、そういうところにどこまでこう林業に対応していただけるかどうかとかが、各社のメーカーをつけたらメーカーがユニット選ぶ基準になるかなと思います。今後ともですね、何個お付き合いさせていただきたいのと、もちろんこのユニットがですね、5年10年でね、機能さ、して、患者さんをね健康に導く上ではですね、よりホステルさんがこう発展してくれてですね、毎日広まり、こう逆に導入、このユニットを導入してくれてるね院さんが増えてくるのかね、まあ、そこでもちろんネットワークもできてくるでしょうし、よりこう新たな医療のバージョンアップも改善されてくるでしょうだと思うのでね、まあ、主人公もちろんユニットを進め、使ってどうですかって結構聞かれるんですよね。本当にすごくいいですよ、問題ないですよ。まあ、ホストの手間なんですけど、話をしてるんですけども、そういう意味ではですね、ホステムさんと、まあ、導入された医療がですね、共存共栄で共に発展していただけるといいかなと思うので、ぜひ、全国